はい、ということでサムネとタイトルに書いてある通り、今回の動画は新居のルームツアーでございます。この動画を見る前に絶対に見てほしい動画が2つありまして、それがこちらになるんですけど、なぜこの2つをまず見てほしいかというと、一回りちっちゃくなったんですけど、以前住んでたところの家具をほぼここに移したんですよ。それをどう今回うまくはめ込んだのかっていうのも楽しんでいただきたくて、あ、この家具ここに置かれてるのやとか、全く同じ家具なはずやのに配置によって全然違うインテリアみたいになってるのもポイントなのかなって思いまして、前回の家のテーマが非現実的やったら、今回の家は超大人の世界観を楽しめるんじゃないかなって、全然違う感じになってます。で、いろいろ配置した結果、本当に正直な意見言わせていただくと、こっちの家の方が自分は好きなんですよね。だから皆さん、ちょっと昔の家と今回の家どっちが好きか、最終的によかったらコメントに書いてください。ルームツアーを始める前に物とかを移動できなかったんで、あれこれないなって思ったもんは基本的に実家に置いてるか、事務所に置いてるか、倉庫部屋みたいなところに置いてるかの3択なんで、皆さん安心していただけたらなって思います。だいぶ雰囲気も変わってくると思うので、最後まで楽しんでくれたらなって思います。それではやっていきたいと思います。キッズ招待コータゼンナです。ということで、今ねドアの前に立ってるんですけど、玄関はこんな感じになっております。はい、まず見えるのがこちらね、妹とおっきいさんとれんまくんがプレゼントしてくれたこのね、めっちゃおしゃれじゃない？てかもう開けた時にこれ見えるし、改めて思うよ、この絵のなんかセンスの良さ。自分欲しいものほんまになかったんですけど、この家に住み始めてからあと3枚ぐらいは絵欲しいなって、なんかいろんなところに飾りたいなって思って、いや本当にすごい嬉しい誕生日プレゼントです。そしてこちら見えるのが、はい、貯金箱ですね。もうずっと貯めてる貯金箱なんですけど、よく見たらちょっとずつ減ってるんですよ。そして次に見えるのは、これ新しいかもしれないですね。これ2個前の家にあったやつなんですけど、それを持ってきました今回。なんかおしゃれじゃない？こうやってなんか置いてるだけですごいおしゃれだなって思います。そして下に見えるのがよく使ってるブーツですね。これね、ちょっと工夫したんですけど、見てもらっていいですか？ジャストフィットなんですよ、これ。変えたら、まずこれをこうやって一番上のやつを取って、こういう感じで最終的には締めて、出るときは全く同じことをするみたいな。ジャストフィットっていうのも理由があって、実は棚をね、この棚を取り外して、なんと上に置いてます。だからこれ見たら分かると思うんですけど、いろんなものを取り外しました。こちら何かというと、領収書ですね。帰ったらまずはこちら領収書入れてます。そして次、これ可愛いですよね。これ以前あったインテリア小物なんですけど、ここに置いております。そして上にあるのが、これもみんな知ってる通り一番よく使ってるジェントルモンスターのサングラス。見て、コンパクトじゃない？めっちゃいい感じじゃない？普通に可愛いよね。今回の家めっちゃなんか生活感あるんですよね。無駄にスペースも取ってないし、しっかり全部をうまく使ってるっていう。はい、こんな感じでございます。はーい、ちょっと遠く行ったらこんな感じですね。まあ以前のところはもう本当に自分じゃ使い切れないぐらいの収納があったんですけど、ほんまにちょうどって感じ、全部ちょうど埋まりました。左にあるのはサングラスですね。だからここ結構便利で、前はなんかどこに置くか迷ってたんですけど、で右を向いたらこれよく使ってるちっちゃいバッグですね。なんかちっちゃいバッグとか実はあんまりなくて、最近またいいやつ買おうかなって思ってます。これ傘ね、以前20個ぐらいあった傘を、3本まで減らしました。で、下のやつはカーボン類ですね。で、上は靴で、ここら辺はまあマフラーだったり
以前玄関にあったものをこうやって入れてます。本当にこう無駄のない、なおかつしっかり全部を使えてるのかなって思います。では、まあ、左はねこんな感じでございます。前回と同様。じゃあ次こちらトイレですね。トイレこんな感じになります。基本的には変わってないですね。変わったものがあるとしたらこの置物ですね。これも以前の家では、まあ、トイレの小物置きとしておいたんで、ちょうどいいスペースがあったんで、ここはこういう風に置かせていただいてます。右下にいつものねディフューザーを使っております。もう本当にシンプル。では、ここ寝室です。ちょっともうちょっと後にします。それではこちら浴室でございます。こちらとほんとにこんな感じですね。もうねここに何も置かないってことに決めました。まあ以前のところここ多分鏡なかったんですけど、すごい開放感あって全体的に広く見えるし、もうだいぶ減らしました。こんな感じですね。見てちょうどいいよ全部。これねティッシュケースとフェイスタオル、やっと分かりました。これティッシュケースとか置くやつやったんですね。でいつものゼオスキンからのこちらおすすめなボディクリーム、でワックス類だから、ほんまにまとまりがすごい良くなった。はい、そして左はこんな感じですね。まだねちょっと何置くか決めてないんですけど、ここに置いたんよ。めっちゃ良くない？もうサイズ感といい、なんかここに置くよりかは絶対こっちに置いた方がなんかいいなと思って。これいつも使ってるベースマスク。そして右はまあまだ何もないって感じですね。そして下は掃除グッズであったりとか、やっぱゴミ箱絶対あった方がいいよね。それは絶対必須かなって。こっちはちょうど入るんよ。で今回の動画で何回か見るねんけど、このぴったり感、奇跡的に自分が買ったインテリアとか家具とかがちょうどぴったりのところがめっちゃあるわけ。これもぴったりやん。でこれはねいつもの洗濯機ですね。でここいい匂いがする、アートルームコレクション。これもなんか引っ越してから使ってます。そしてここなんですけど、僕新しいカゴ買った。見て見てこのぴったり感、もう A 型にとってはもうこれ天国よ天国。共感できる方はちょっとコメントしてください。このぴったり感やばない。メジャーで測ったんですよ。で2個欲しいなって思って、ちょうど Amazon で何センチ奥行き何センチとかで下、これもやっぱこのタオルやばくないですか。いやこのタオルがやばいとかじゃないけど、このなんていうかぴったり感で、こちら以前使ってたカゴ入れみたいなけど、大体はやっぱ昔の家と変わらない感じなんで、ベースは。ではお風呂を見ていきたいと思います。こちらです。はい、ということでこの色めっちゃ好きですね僕。残念ながらスピーカーは入れないことにしました。まあ、理由としては最終的に落ち着いて引っ越す場所でスピーカーをつけたいなと思ってて、でこれ見てください、やばい、めっちゃかっこよくない？もう時代はもう壁掛けよ。これね磁石なんですよ後ろが。これもねこうやって押したら出てくるんですけど、これがまたかっこいいんですよ。やっぱ下に何も置きたくないっていうのは昔から変わってなくて、これ地面に置きたくないんでここにかけてます。やっぱ前回と変わらない感じではあるんで、物はだからそちらの方も見ていただけたら。洗面所はこんな感じかな。ここからちょっと工夫してるんで見ていただけたらなって思います。前回の動画とちょっとこうビフォーアフターみたいな感じで見ていただけたらなって。以前は何もなかったと思うんですけど、こんな感じになりました。ドン。
って奥行きもいろいろ測って一番いいなって思ったハンガーラックを買いました。服を入れたらえぐい量っていうのを気づいてプラスで買いました。で上にはこの金庫と、まあ、Wi-Fi みたいな感じですね。そして次こちら、以前の動画で見てもらったら分かるんですけど、確か棚だらけあったんですけど、なんとそれをすべて取り外し、こちらズボン置き、これ見てピッ、ほんまにちょうどよくしまって、こっちも同じくズボン、めっちゃ有効活用できてない？やばい、このぴったり感。で横も見てピッ、斜めに押して入れたら出っ張らなくて済むんですよ。そしてこちらは、まあ、基本的に廊下にあったやつを全部またうまく、これも見て、これ奇跡的よ、奇跡よこれ、ほんまにこれ見てピッ。でこちらは使わなくなったカゴ入れ、まあ、いつか使うかなとは思います。だからね、マジで全部がねうまくフィットしてんのよ。はい、ということでこの部屋はどんな感じになったのか、こちらになります。え、めっちゃおしゃれじゃない？リビングにあったやつをここに置かせていただいて、なんかさ、ここで家事の行われそうな雰囲気。集中したいときはここで編集して、で以前ねリビングにあったケースあったと思うんですけど、あれ3分割にできるんでいろんなところに置いてます。その一つ目がここにあります。全然圧迫感ないな、ほんまに。会議とかもできるしさ、すごいおしゃれなの、大人っぽくて。はい、ということで編集部屋はこんな感じになってます。リビングはちょっと最後にしましょうかね。ということで、いやこれもねやばいですよ。自分の寝室こんなに大人っぽくてええんやろうかって思うぐらい大人な世界になります。では行きたいと思います。新しい寝室こんな感じです。ドン。今ねここしか見えないと思うねんけど、これ実はこれ入るやん、ベッド横見たらあんのよ、やばない？はい、でこれがいつも使ってる、これマジで長持ちめっちゃする。俺あと3つぐらい欲しいもんこれで。変わったことといえばこちら、理想すぎへん？やばない？こんな感じで見れるんすよ。これとかいつもやばない？え、憧れすぎるこれ。結構テレビつけたままこうやってもうぼーっとして映画見ながら寝落ちしてます。以前の家では左側にあったんですよ、こっち側にあったんですよ、真正面にして。サイズ感といい、寝室にあったテレビがちょうどで、しかもね全然スペース取らへんね。マジでよくない？自分で言うのもなんやけどマジでエロい。はい、ということで寝室はこんな感じになります。はい、ということで最後はリビングでございます。マジで全然違うんで見ていただけたら。いきます、こちらになります。ドン。はい、ということで、先ほどちょっとカーテン閉め忘れたんでカーテンを閉めたんですけど、
広角にしちゃうと画質が落ちちゃうんで、ちょっと今キッチンからのビューがこんな感じなんですけど、まず見てほしいのはこれ、びっくりすぎ、これたまたまよ、ぴったりなんよ。この1個の棚が80センチなんですよ。入ったんすよ、ここに。唯一変わってるとこがあるとしたら、これね、時計です。おしゃれですよね。前回はちょっと使ってなかったんですけど、結構時間を確認することが多いんで、それで確認してます。ちょっと景色はちょっと見せれないんですけど、こっちの方がダントツいいです。こっち側から見るとこんな感じになります。めっちゃ落ち着くんよ、この広さが。なんか以前の家ってもうあまりにも広すぎて自分がうまく使い切れてなかったんですよね。だから今回に関しては綺麗に使ってます。で、新しくなったものといえばこちらのカーペットですね。はい、赤くしました。で、こちらグレーのソファー、こんな感じになってます。はい、広さ的にはもう赤いソファーと変わりないんですけど、で、気になる赤いソファーはどこにあるかといったら、売らないといけませんでした。で、理由としてはなんですけど、あそこに扉あるじゃないですか。この扉の幅にあのソファーがでかすぎて入らなかったっていう。自分あんまりメンタル来ないんですけど、久しぶりに来ましたね。で、いつもの赤っていう意味でもこのね、トム・フォードのロストチェリー、もうこれ売ってないと思うんですけど、リビングでテレビかけだったやつは、この寝室のやつとまたこれぴったりなんよ。以前紹介したこのスピーカーなんですけど、これどう機能するかといったら、見といてくださいね。音楽何かかけますね。こうやって開くんですよ。で、めっちゃ音質いいんよ。これ、こんなスピーカー見たことあります？これはずっと気に入ってて。だから寝室にあったスピーカーと寝室にあった台とを、リビングのテレビとうまく代用して、で、以前 OKGoogle 対応やったんですけど、これでなんか暗さを調整してます。ほら、こんな感じでここで調整できます。で、コンセントを見るのがすごい僕はなんか嫌やなっていうのがあって、これはわざわざ Amazon で買いました。これも中にコンセントをつなげてやってます。意外と地面にもね、コンセントあんまないんですよ。で、こっちはモアイのティッシュケースであったり、ルンバで、こちらキッチンになります。これ覚えてますか皆さん、このクロステーブルっていうんですかね、すごいバランスいいっていうか、まさかこうやってここのサイズ感でこの3つがちょうど入るって思ってなくて。で、新しく買ったものといったらこちら、これ結構便利です。いいところはコップを置くじゃないですか、ここに、水が垂れるじゃないですか、ここをもう出したらもうそのまますぐにかけれるっていう便利な、コップがけ。これはいつもの電子レンジ、これはいつもの冷蔵庫ですね。で、変わったものがあるといったらこちら、ラック、キッチンラックっていうんですか、これほんまに気をつけました。ここはもう基本的にすごい、また A 型が出てるんですけど、はい、もう、で、筋トレ用の食べ物しかないっていう。で、やっぱりこことかここら辺にめっちゃ A を着たいんよね。で、今自分が一番欲しいものといえば A と時間ということで、皆さんいかがでしたでしょうか、新居ルームツアー。家族
全員言ってるんですけど、あっちはなんか落ち着けなかったみたいな、今回の家の方がダントツ落ち着くみたいな、これこそ理想の家みたいな。ということで、ここからまた新たなこたせなが始まるんで、いろいろやっていくと思うんで、楽しみにしていただけたらなって思います。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました、よかったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画までバイバイ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、この真ん中の丸いボタンをちゃんと1秒押すだけ、チャンネル登録ボタンを押して、今から押して、早く押して、ああ明日もう押して。今のでいいよ。